他人に覗かれるとか見透かされるっていうことが別に僕マイナスだと思わないんですよね。なので別にああそうなんだ見透かされるんだへえっていう形で生きていくっていうのでも全然生きていけると思うんですけど、悟られっていう漫画があるのでもし興味があったら立ち読みしてみてください。興味があったらってどんな漫画か言ってないと分かんないですけど、悟られっていう悟りって人の心を勝手に読むのようなんですけど、悟られの人って思ったことを全部喋っちゃう人の話なんですよ。要は思ったことを全部喋っちゃうので、その行き交う人にお前ブスだなとか、うわこの人頭悪いって思ったことをそのまま口に出して言っちゃうっていう病気、まあ病気なのかな、まあそういう性格の人がどうやって生きていくかっていう漫画なんですけど、なのでまあドラマにもなってんだ。あ、じゃあ結構有名なんですね。はいはい。まあなのでもし興味があったら、そうやっても別に生きてきてる生きてってる社会もあるし、別に問題ない生き方っていうのもあるんだなっていうのが分かるんじゃないかなと思います。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。